こちらのパネルはですね、非常に本当に、もう見るに耐えないような内容のパネルになっているかと思います。実はその精神医学っていうのは、このビスマルクもそうなんですけど、支配したい人、あるいは人々をとにかくコント自分のコントロール下に置きたい人にとっては極めて都合のいい理論なんです。ですから逆に言ったら、よく右翼左翼ってことってなるかもしれませんけども、いわゆる共産主義の中で精神医学ってすごくはびこります。なぜか共産党のいわゆる、まあ、僕は政治的な話を言うんじゃなくてね、なんですけども、いわゆる共産主義というものを受け入れない人たちは精神病であると言っちゃうんです。実際にそういう形でもって、まあ、ロシア、まあ、今のロシア、旧ロソ連なんかでは、そういうその共産主義に迎合しない人、共産主義に反対分子をですね、不活発性精神分裂病という名のもとで、実は収容して、それをシベリアに送った。で、その不活発性精神分裂病の治療方法って何ですかって言ったら、それは実は収容して強制労働させることであるっていうのまでちゃんと書いてあります。そういう理論を勝手に作らせるんですね。あるいは作らせるというのは作っちゃうんですよ、自分たちね、医者が。そしてそれを政治家たちに売り込むんですね。そうすると政治家たちはしめしめと、これは都合がいいぞって使うわけです。これビスマルクも一緒です。あるいはそちらにありますけども、ヒトラーなんかもそれ一緒です。基本的にだから支配したくてしたくてしょうがない人、支配欲に駆られた方々にとっての この精神医学というのは絶対不可欠なことです。ですから反対分子というような人たちをいかに病人、あるいは、生きるに値しない人、あるいは極めて困難な人というようなレッテルを貼るために、実は精神医学というのはよく使われます。まあ、現実的にですね、皆さんに先ほど言った例えばうつ病一つとってもそうです。うつ病って何ですかってこう言ったって誰も答えられやしません。だって元気がありませんとか、やる気がありませんとか言ったって、その原因たくさんあるんでしょって。じゃあ全部違うじゃないですかって。例えば栄養失調だったら栄養失調ですってなるわけですね。栄養不良の人がね、元気ないのは当たり前、それは栄養不良ですって。ね、振られたのが原因ですって言ったら、それは振られたからですってなるわけです。はい。でも、うつ病って言うときこのレッテルが貼られてしまうと、その人はもううつ病の患者というふうになり、まあ似たようなこういうね、収容、まあ隔離収容されたりとか、あるいは薬漬けにされたりしまう。要は病名というもの、精神医学の中における病名というものは何かって言ったら、本当に勝手に作られたものです。本当に勝手に作られてます。何の根拠も今ありません。ちなみに何の根拠もないというからには何か根拠を示せってよく言われるかもしれませんが、じゃあ聞きますと。うつ病を検査するのに、ね、生化学的ないわゆる血液検査でうつ病が分かりますって言われた人いますか？いないでしょ。じゃあ脳の中の、ね、輪切りにして、あるいはスキャン CT スキャンとかありますよね。あれで全部判定できますかって、ほとんどできません。できてるなんていう理論はあったりするんですけど、じゃあ実際それがどれぐらいの、あれなの、確率なのか、 0.何%ですとか、まあ、そういうわけのわからないことで平気に言ってきます。そうすると基本的にはそもそもうつ病というのは概念でしかないんだよと。皆さんその病名をどん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 刷り込まれて、病名がどんどん先に入ってくるんですね。いろんな最近ね、難しい名前の病気増えてますよね。それもですね、全てそうです。病名を皆さんに売り込むんです。そうすると、 あの人はあれだからしょうがないねとか、あ、うちの子はこうだからしょうがない、私はこう病気なんだというふうになって、で実はそれを、そのメカニズムを政治的に使ったのがこのやり方です。これは非常に共産主義の国家、まあ、特にソ連とか、あるいはここは中国ですけどね、これは法輪功の人たちですね、が結構その被害に遭っているという状況です。非常に痛ましい写真なんですが、まあ、こういうことで行われているというのが現状です。さあ、じゃあもうちょっと、ね、こっち行きましょう。